どうも、トライトです。今回のコマンド講座応用編として、一定の高さや距離を過ぎるとコマンドが実行する方法について紹介いたします。つまり、エリア外に出ると何かしら起こるということです。なお、今回のコマンドでは新エクゼキュート方式で紹介いたします。そしてこちらは Lさんからの質問があり、その方法を動画化したものです。Lさんにはすでに回答しておりますが、他の方にも紹介したいと思い、今回動画化させていただきました。Lさん本当にありがとうございます。まずは一定の高さを過ぎるとコマンドが実行する方法です。今回は高さ0以下に行こうとすると、キルコマンドが発動するようにします。コマンドの内容はこちら。エクゼキュート、アズ、アット A、アット、アット S、ポジション、チルダ、ゼロ、チルダ、ラン、キル、アット S、DY イコールマイナス64。これだけです。実行場所を X と Z の位置はプレイヤーの座標のままにし、高さだけ0に固定します。キルコマンドのセレクター引数で DY イコールマイナス64にして、建築限界の高さまでの範囲に設定します。こうすることで、高さ0で固定し、dy イコールマイナス64で高さ0以下のところへ行ってしまうと、コマンドが実行するという方法です。これは x と z の座標がどんな場所であろうと、コマンドが実行する範囲はプレイヤーの位置と一緒に移動するようになり、高さが0以下であれば、このコマンドは必ず実行します。これが一定の高さを過ぎるとコマンドが実行する方法です。次に高さ100以上過ぎるとコマンドが実行する方法です。先ほどとは逆にすればいいので、エクゼキュート、アズ、アット A、アット、アット S、ポジション、チルダ、100、チルダ、ラン、キル、アット S、DY イコール156、DY をプラスの方向、上の範囲で設定し、今回は自然生成の限界の高さ、256までの範囲に設定しました。そして高さ100以上のところへ行こうとしても、このようにコマンドが実行されます。以上が高さに関するエリア外の設定です。続いて距離に関するエリア外設定についてです。高さは Y に関する内容でしたが、距離は X と Z となります。コマンドの内容は高さとあまり変わっておらず、エクゼキュート、アズ、アット A、アット、アット S、ポジション、100、チルダ、チルダ、ラン、キル、アット S、DX イコール100で、プレイヤーの X 位置が100からそれ以上離れようとすると、コマンドが実行するという内容です。DX イコール100で、X が100から200の間でコマンドが実行します。エリア外をもうちょっと広く取りたいのであれば、DX の部分を大きくすればいいですね。100くらいでも十分かとは思います。あとは反対側の設定で、エクゼキュート、アズ、アット A、アット、アット S、ポジション、マイナス100、チルダ、チルダ、ラン、キル、アット S、DX イコールマイナス100で、先ほどとは反対側のエリア外に行った時にコマンドが実行するようになり、次は Z 座標の設定で、エクゼキュート、アズ、アット A、アット、アット S、ポジション、チルダ、チルダ、100、ラン、キル、アット S、DZ イコール100と、エクゼキュート、アズ、アット A、アット、アット S、ポジション、チルダ、チルダ、マイナス100、ラン、キル、アット S、DZ イコールマイナス100で、Z 座標も同じようなことをやります。今回はすぐにキルコマンドを実行するようにしましたが、徐々にダメージを与えるのであれば、ウィザーのエフェクトをかけてダメージを与えていくという方法もできますね。エリア内に戻れば、ウィザー効果が消えるようにするといいですね。これがエリア外へ出るとコマンドが実行する方法です。以上、統合版マインクラフトコマンド講座応用編として、エリア外へ出るとコマンドが実行する方法について紹介いたしました。エリア外に関するコマンドは結構使うことが多いかと思います。エリアから出ようとしても TP コマンドでエリア内に戻すときにも使えますね。スペクテーターで移動が自由にできる場合はこちらの方法が使えるのではないでしょうか。よかったら参考にしてください。こちらのコマンドは、スイッチ版、iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版、PS4 の実験で使います。それでは、以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。また、よろしくお願いいたします。